はい、どうも石原です。今回の動画のラインナップはこちらです。 AirPods 第3世代の発売の進捗のリークが出てきましたのでご紹介します。そしてマジックキーボード、そしてマウス、トラックパッドが販売終了、さらに iPhone 13 と iPad mini 第6世代にコンパクトなフェイス ID が搭載かという話題で、さらに iPhone 13 シリーズの金型の写真のリークが出てきましたので詳しくご紹介します。どうぞ動画の方最後までご視聴ください。またテック好き石原さんというツイッターアカウントを僕は運営しておりまして、このチャンネルでお届けしている Apple の最新情報や iPhone に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかの動画とか、テック関連のニュースなんかの、まあ、ブレイキングニュース速報なんかもこちらのテック好き石原さんの方で定期的につぶやいておりますので、どうぞこちらのツイッターもフォローください。はい、では本題です。 AirPods 第3世代の発売の進捗リークになります。これは今朝ツイッターの方をリサーチしてましたら、インターナルストアというリーカーの方が投稿したツイートが目に留まりましてチェックしましたところ、まあ、このようにテック好き石原さんの方でもつぶやいたんですが、 AirPods 第3世代は2021年の5月18日、ここは昨日の動画でもお伝えしてました。で、プレスリリースということで、まあ、イベントとか発表会なしで、オンラインストアの方に登場するということになってます。で、時間の方が日本時間夜7時という、まあ、リーク予測が出ておりますので、 AirPods 第3世代、まあ、AirPods シリーズを買おうかどうか迷っている方、新型がいつ出るのかな、気になっている方は5月14日夜7時にApple の公式ウェブサイトをチェックしてください。もちろん、このチャンネル、もしくはこちらのテック好き石原さんの方では、進捗のね、情報をお届けしていきます。まあ、多分ね、あと3日、火曜日なので、火曜なのであり得るかなと。過去にも火曜日にサイレントアップデートになった時もあって、まあ、火、水、木と発表されたものなんかもありました。これはプレスリリースという形なので、イベントとか一切なくて、いきなりドドーンと、発表発売されるというケースも、まあ、過去にももちろんありましたので、今回の AirPods 第3世代ももしかすると5月18日に発売する可能性が出てきておりますので、ぜひ、ね、皆さんチェックしてみてください。はい、そしてマジックキーボード、マジックマウス、マジックトラックパッドが販売終了へというね、情報なんですが、これは海外メディアであるマックルーマズが報じた内容なんですが、Apple はマジックキーボードとかマジックマウス2、そしてマジックトラックパッド2のスペースグレイ、ホワイトではなくてスペースグレイを在庫限りで販売終了するとアナウンスしております。これは公式にアナウンスされております。で、僕もまさかリークか、その本当か、ちょっとわかんなかったんで、すぐね、Apple のウェブサイトの確認しました。すると、このように、ホワイトモデルには何も表示されていないんですが、そのマウスのね、キーボード、マジックキーボードの。で、マジックキーボードのスペースグレイだけは、はい、このように、在庫限りで販売終了しますというアナウンスが出ております。ホワイトモデルではないんですが、スペースグレーモデルだけにこれがアナウンスされております。なぜスペースグレーだけが在庫限りの販売終了になるかというね、いろんな、ね、予測とか可能性をね、いろんなメディアが伝えているんですが、まあ、一つ言えることは、先日2021年4月21日に発表されて、4月30日に予約開始された新型 iMac。これ、カラフルなカラバリで登場しました。で、そのカラーに合わせて、マジックキーボード、マジックマウス、このね、カラーリングも変わってきております。ただ、ブラックのモデルはないんですよ。ブラックが。で、ブラックモデルが新型 iMac にはなかったので、そのスペースグレーという色は少し一旦引いて、そのカラバリに合わせたキーボードも、もしかすると、シルバーだけではなくて、この他の色、ブルーとかイエローなんかの色も選べるように、この新型 iMac が、まあ、5月21日と言われている新型 iMac が登場してから、多分ウェブサイトにもマジックキーボードやマジックマウスのカラーバリエーションが登場するんではないかという予測が高いとなっていますので、まあ、今後は登場するか否かっていうのは、まあ、可能性の話なんですが、かなり有力な、まあ、予測なのではないかと僕の方では思っています。はい、そして iPhone 13 と iPad mini 第6世代にコンパクトな Face ID が搭載かということで、これは台湾メディアであるデジタイムズによりますと、Face ID で使われている VCSEL という、まあ、スキャナ用のチップの台サイズを 40% から 50% 削減できるとのことなので、このスキャナはトゥルーディプスカメラとライダースキャナの 3D の深度計測を用いるものなんですが、
この小型化したそのスキャナが搭載されるデバイスについて、2021年後半に登場する iPhone と iPad と報じています。つまり、このスキャナについては、iPhone と iPad にも搭載されると言われていますので、今年後半に発売がまあ予測されている iPhone 13シリーズ。そして iPad mini 第6世代にもまあ後半登場するというね予測、まあ可能性がありますので、この2機種に新しいスキャナーを、まあコンパクト化したスキャナーを搭載するのではないかと言われております。で、実際 iPad Pro はすでにまあ発表がありましたので、このモデルにはもうね今年は搭載できないので、後半に向けて登場するそのような Apple の新製品に、その小型化したスキャナーが搭載されるという予測になっております。iPhone 13のノッチ問題についてもこのスキャナーはね大きく関わってくると思いますし、 iPad mini 第6世代についてもフルディスプレイという噂が立ってますので、物理的なねタッチ ID を搭載しないと言われていますので、何らかの形でフェイス ID、 iPad mini ねやっぱりフルサイズの iPad Pro の11インチとかよりもまあコンパクトになるので、フェイス ID を搭載して、かつ電源ボタンのね埋め込み型のもしかしたらタッチ ID も搭載する可能性はありますので、もしかすると iPad mini 第6世代ではなくて iPad mini Pro というね予測も出ておりますので、後半戦期待したいところです。はい、そして iPhone 13シリーズの金型のリーク写真が出てきました。これはあのアップのリーカーでありますデジタルチャットステーション氏がツイッターに投稿した画像が話題になっております。 iPhone 13シリーズの背面パネルのデザインは大きくは変わりませんと言われております。 iPhone 12とフォームファクターは同じなので変わらないとされているんですが、カメラが収められているこのねユニット部分、このユニット部分が現行の iPhone 12シリーズよりも大きくなって、わずかながら上に移動して、出っ張る可能性を伝えておりますので、この背面カメラ部分に関する噂として iPhone 13シリーズの背面カメラ部分について上方向に約1ミリほど移動するのではないかということで、この金型からの、この金型からそのような情報が見受けられるということになっております。もちろんね、大きくなる利点としてはカメラスペックの向上というね、メリットもありますので、一概にはあんまり言えないんですが、やはりデザイン的に見てみると、このように今現段階の最新のリーク動画で、コンセプトリーク動画ではこのようにちょっと出っ張る可能性があるので、ここはねかなりねちょっと心配なところではあります。で、このように僕はツイッターの方でもつぶやいたんですけども、 iPhone 13シリーズでは iPhone 13 Pro と iPhone 13のカメラのユニットのサイズもそもそもが違うという感じでリークも上がっていたり、白いベゼル、iPhone 13の白いベゼルについての噂も、こんな感じのね、コンセプト画像が出ていたりして、皆さんね、白いベゼルはちょっと、っていうね、難色を示している方もたくさんいらっしゃるようで、僕もどっちかというとおしゃれなんだけど、ノッチがね、際立つのがどうかなと思ってるんですが、このようにね、iPad mini 第6世代の白いベゼルのコンセプトリーク画像なんかも出ておりますので、iPhone 12と同じフォームファクターでありながら、iPhone 13は明らかにデザイン的にも刷新される可能性が出てきております。はい、ということで今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時にお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。